族団黒風、正義の名のもとにお前たちを討伐する。何がおかしい。ならもっと強くならないとな、坊や。一つゲームをしよう。ゲームだと？俺とお前ら4人1対4の真剣勝負だ。負けた方が勝った方の命令を何でも一つ聞く。よし、その勝負受けよう。力を貸してくれ、光妖精。風妖精、補助をお願い。水妖精ちゃん、よろしくね。闇妖精、適度に頑張って。行くぞ黒風レディエンスランタン。魔導士のはずなのに自分から飛び込んでくるなんて。正気出てきて、ムンちゃん。ドラゴンフレイムブレード、ソニックアクセラレーター。敏捷性を上げる魔法か。当たり。早速借りるぞ、スキルイーター。確かに借りたぞ、お前の固有スキル並列思考。おっと、あ、待て。みやびちゃん大丈夫？ライトヒーラー。みやびちゃん、私許可された。貴様、みやびに何をした？大丈夫、何もしてないさ。こいつは俺がいる。相手の実力も測れず、人数的優位を放置していたら勝てる者も勝てないだ。黙れ。少なくとも剣術では俺の方が上だ。いいね、じゃあこういうのはどうだ。剣術 S 級のスキルを持つトウヤと素手で渡り合ってる。トウヤ、二人じゃ無理よ。アダマンランパート。大丈夫。大変、ライトヒールを。これくらい大したことないさ。でも俺は魔王を倒さなきゃいけないんだ。この世界を救い、平和をもたらす使命があるんだ。あんなコアクトくらい俺一人で倒せなくては。妖精は気配察知に引っかからないのか。しかし俺に気づかれないように目つぶしを狙うとはなかなか良くなってきたじゃないか。フロストバウンド。エレニークラッシュ。クレフトデトネーション。まさか自爆してくるなんて。二人とも無事。あの爆発で無傷ってことはないと願いたいけど。ブラインドキュア。今の連携はなかなか良かった。俺も少しヒヤリとしたよ。贅沢を言えば後方の二人。え、はい。阻害魔法を放った後に、もう数発攻撃魔法も欲しかったな。二度の屈辱許すまじ。根に持つやつだな。そっちのポニーテールは、テンポをもう少し攻撃に組み込んだ方がいい。今のままだと攻撃が直線的すぎる。それと君はいつになったら二刀流を使うんだ。鑑定眼か。いいだろう、なら見せてやる。聖剣ウィル、
本当の姿を見せろ。どうや、付き合ってあげる。私だってフローズンテンプル。覚悟してください。私が使える魔法の中で一番強力です。領域内にいる限り全身が凍りついたように動かなくなり、補助魔法の発動もできなくなります。ゆわ、積年の恨みここで晴らせ。グレイブデスオーバー。グルームダンサー。ようやく楽しくなってきたところなんだぞ。こちらアダマンガーディアン。ゴーレムか。体の自由を阻害するフローズンテンプルが厄介すぎる。ぶっつけたらやるしかない。神経を研ぎ澄ませろ。呼吸を整え集中。嘘、ミヤビちゃん、あいつ今作ってるって何を。新魔法を、断絶剣を、構築完了。レディエンスクロスファイヤー。まだよ。指摘されてすぐテンポを攻撃に組み込んできたが、戦闘に関しては君が一番センスがいい。くらえ。だが俺の方がはるかに速い。油断大敵。グレイブデスオーガ、凄まじいパワーだ。しかも腕に状態以上の黒魔法を仕込んでいる。厄介だが、しかし、どれもセラには数段劣る。ミヤミ、サンタ君、私が盾になれたらその隙に私たちを守って。愛しくるシールド、S 級デーモンでさえ一時的に封印する結界だ。今の君には破壊できないさ。ハイパーインパクト。俺の仲間を。貴様、君はちょっと期待外れか。なぜこれほどの力を持ちながら世のために使えないのだ。そのまっすぐさ、勇者として正しく尊い考えだろ。けどな、お前の理想を押し付けるな。みんなごめん。どうや、目が覚めた。よかった。俺は貴様、その子から。おう少年、目覚めたか。俺は冒険者のケルビンだ。そんな、それじゃ全部俺たちの勝手な勘違いだったのか。でもそれならどうしてわざわざあんな戦いを。話し合えば誤解は解けたはずなのに。テンポをもう少し攻撃に組み込んだ方がいい。それと君はいつになったら二刀流を使うんだ。まさか。そうだよ、トウヤ、多分それで合ってる。ケルビンさん、俺たちの負けです。それよりも例のゲームの勝者の権利を守ってくれれば俺から文句はないよ。はい、俺どんな試練にも耐えてみせますよ。そっか、じゃあとりあえず脱げよ。ん？